ティス、ブラケです。今日は、まあ、先日もねちょっとあげましたけど、マダライモリの妖精ちゃんの動画です。だいぶねエラがね吸収されてきたということで、まあ、上陸しやすいねプリンカップに鉢底ネットで陸を作った、まあ、入れ物にね移したっていう動画あげたと思うんですけど、まあ、その後ね最初ね2匹だけ移動したんですけど、その後ねまた吸収してきた子がいたので、この同じカップを2匹ずつ2つ作ってます。でそしたらですね、本日、まあ、だいぶねこの子もねマダライモリっぽい色になってきましたよね。で本日ですね、そう第1号が上陸しました。ピントが合わないね。まあ、こんな感じで登ってくれてます。なので、まあ、今回はねこの上陸した子をね、まあ、陸地メインの、まあ、飼育ケースに、まあ、移動していきたいと思います。まあ、多分ねそのうち、まあ、この辺の子たちもみんなだいぶねこう柄が出てきてエラもね吸収されてきてるので、多分まあ順次上陸してくると思うんですけど、まあその子たちをね管理するケースをね作っていきたいと思います。では早速やっていきましょう。はい、では早速やっていきたいと思います。まあ、今回ね使うケースがこちらです。まあ、ダイソーの小物入れですね。まあ今マダラファイヤーサラマンダーのね幼体の方のソナタンもこれで飼ってるんですけど、まあ、あとアカハライモリもね小さい時はこれで飼ってたんですけど、まあ、こちらでしばらくは飼育していきたいと思います。はい、じゃあここにね床材を入れていきます。で今回ここに使う床材は、まあ、ソナタンね今使っているのと同じなんですけど、荒北土ですね。まあ、粘土みたいな土です。まあ、それを入れていきます。よいしょ。で今回はねちょっとここにピートモスも少し混ぜようかなと思います。ちょっとなんかネチャネチャ感を少し薄くしたいというか、まあ、そんな狙いも込めて軽くピートモスブレンドにしていきます。ちょっとこれをねまず混ぜていきますね。水を吸わせる前に。でこれ荒北土ね、塊のままやるとね後で練るのが大変なので、ある程度水を吸わせる前にも崩しておいておいた方がいいかなと思います。で水の調整がね難しいので、これでちょうどいい量入れとくと後でね水入れすぎた時に土を足すかもしれないんで、まあ気持ち少なめか、まあちょうどいいぐらいよりちょい少なめぐらいで入れてます。はい、じゃあちょっと水を入れていきます。まあまあ入れていいと思うんですけど、うん、ちょっと水がやっぱり多かったですね。まあこうなるのはもう想定内なのね適当にやるんで、じゃこれでちょっともうちょっと荒北土を足しましょう。はい、じゃあね土をならせたので、まあこれで一応ね全部土だとちょっとね水に入りたい時もあると思うので、水入れというか、まあ、湿地帯を作りたいと思います。まあ、これ食べ終わったあれですね、ゼリーのカップですね。まあ、こちらをここにめり込ませてですね、でこれでここを水入れにしたいと思います。で、まあ、多分溺れることもないとは限らないので、一応足場がてら水苔をねちょこっとだけ入れておきます。まあ足場になって溺れなければね、こっから脱出しやすければいいと思うので、ちょっと入ってればいいと思います。
じゃあこんな感じでね、行きたいと思います。はい、じゃあね、完成しましたね。で、なんでね、こうキッチンペーパーとかでもいいと思うんですけど、なんでまあ僕がこの土を使うかっていうとですね、これからちょっとね、まあしばらく多分生き餌のばらまきになると思うんですよね。わらじ虫とか、まあコオロギとか、まあ、それがメインになるような感じがするので、まあ、その時に、まあ、餌をね、こう発見しやすいというか、逃げる場所がないようにしたいんですよね。どうしてもキッチンペーパーとかだと、その折り目のところにね、ちょっと逃げ込んでしまったりとか、かなり小さいね、生き餌を入れるので、まあ、この土だとね、隠れる場所が、まあ、ほぼないに等しいので、まあ、このマダライモリちゃんがね、餌と遭遇する確率が高いかなということで、まあ、今回はまあ僕この土ですねを採用しました。じゃあ早速ね、上陸しているこうね、こちらに召喚したいと思います。さてさて、よいしょ。あれ、入水しましたあるあるですね。まあ、上陸したと思いきや、多分こっちのおそらく上の子ですね。下の子まだエラーあるんで、この上の子が上陸してた子だと思いますけど、まあ、またちょっと入水してるので、まあ、完全にね、上陸するまでは、じゃあちょっと待とうかな。こうやってね、今水の中入っちゃいましたね。なので、まあ、上陸し次第ですね、このケースに移したいと思います。じゃあちょっとその時まで、しばしお待ちを。はい、じゃあね、あの入水してしまってから、2日後ですね、入水して次の日はね、1日ね、たまに登ったりまた水に入ったりとかしてたんですけど、まあ、今日ねまたね、こう朝来たら上陸してたので、まあ、もうおそらくね、肺呼吸はもちろんできると思うんで、エラもね吸収されてるので、まあ、新しい飼育環境もね、一応水分はね欠かさず、霧吹きとかもしっかりしてあるので、多分大丈夫だと思うので、新しい環境の方にねちょっと移したいと思います。こっちの子はまだ上陸はしないのかな。ちょっとこの熱湯を持ってきたいから、ちょっとどっかへちょっと行って、じゃあこのまま、よいしょ、はい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 、じゃあこちらで、はい、降りていただいてほしいんだけど、降りていただけない？ごめんね、ちょっと尻尾持つよ。よいしょ。自分で降りる？で、そっち蓋なんだわ。蓋なんです、そっち。ちょ。よいしょ。はい。どうぞ。大丈夫？歩けるかな？はい、じゃあとりあえずね、こんな感じで、少しね、まだね上陸したてなので、少し水分ね欠かさずに、大人のマダライモリに比べたらちょっと水多めで管理していきたいと思います。一応こっちもね、しっかり水苔ありますけど、水溜めて、まあ陸地と、まあ、水気両方選べるような感じで、潜らないまでも水しっかりね体に受けられるような感じの環境をね、しっかりキープしていってあげたいと思います。まあ、おそらくね、しばらくは、まあ、餌食べないと思うんですけど、まあそうだな、 2,3 日したらちょっとわらじ虫とか小さいのね入れてみて様子見たいと思います。はい、というわけで今日はマダライモリの妖精ちゃんの、まあ、上陸、妖精ちゃんじゃないな、もう幼体になるのかな、もうね上陸してるから、まあ、上陸のね飼育ケースに移動する動画でした。それではまた、プラケでした。バイバイ。